よし、じゃあ今日はですね、お昼ちょっと頑張って麻婆豆腐でも作ろうかなと思います。はい、とりあえずごま油ちょっと多めぐらいでいいと思います。で、生姜と白ネギ半分ぐらいかな。よいしょ。で、本当はここでニンニク入れるんですけど、今日は途中からこれを使おうと思っているんで、まあ、皆様は最初にみじん切りしたニンニクも入れてください。よし、ある程度火が通りましたら、ひき肉、合いびきです、今日は。塩コショウをちょっと溶きましょう。ある程度火が通りましたら、玉ねぎで、今日は唐辛子もあったんで、唐辛子、あと長ネギの葉っぱ、先っちょの方、青いところも、はい、入れておきます。よし、じゃあ玉ねぎがちょっと半透明気味になってきたら、お酒、うわ、もうないわ、やべ、貼っとかないと、もうちょっと残り少ない。やみつきニンニク1本目水で溶かしました。よし、どれぐらいやろな、小さじ1ぐらいかな、この量で。はい、調味のシャンタン、どれぐらいかな、うん、小さじ1ぐらいかな、多分。そしてちょうど具材が浸るぐらいの水、ぐらいかな、うん、具材がちょうど浸るぐらい、ここポイントですね、私的には。まあ、あんが多くて好きな人はこれを多めにしてもいいと思います。よし、豆板醤これぐらいの量やし、まあそこそこ入れといてもいいかな。わあ、言っても入ってないな、新しいに出さなあかんな。よし、これぐらい。そして甜麺醤、豆板醤と甜麺醤の量は一緒ぐらいがうまいかなと思います。うわー、これも足りねえな、もうちょっと欲しいな。よいしょっと、はい、これはお好みなんですけど、私は八角を入れます。スターアニスですね。まあ多いんで3かけ、ちっちゃい、これ自体ちっちゃい、3かけにしときましょう。よし、そしたら湯切りした豆腐2丁、私はもう当面ちょっとこれ食いますんで、たっぷりと作っておきます。この片栗、どうせこの後水溶き片栗粉入れるんですけど、その前にこれ、ひき肉だけ取り出して、いい量だけね、冷凍しておいてもいいと思います。ジャージャー麺とかにしておいてもいいんでね、まあ、私はもうちょっと麻婆豆腐大好き子なんで、晩酌とかでも食いたいんで、まあ4食分ぐらいの感じで作っております。というわけで10分ほど煮込みましたんで、オイスターソース、もうお好みですね、この辺はね、はい、あとはまあ醤油とかね、シャンタンデラックスとかで味は好みに調節してください。もう本当にレトルト買うより美味しいし安い、うん、まあ最後ちょっとここで味見しておきましょう。うわ、むちゃくちゃうまいやん、やっぱオイスターソースやな。
うん、そうしたら水溶き片栗粉ちょっと多めに作って様子見ながら粘性を見ていきます。まあとろみはねお好みで。いいんじゃないの、いいんじゃないの、うまそう。よし、麻婆豆腐じゃい、今日はこれは絶対うまい、絶対うまいやつ、間違いないやつだ。よっしゃ、というわけで本日はファテモソ流激うま作った方がうまい麻婆豆腐で麻婆丼にいたしました。残ったやつはタッパーに入れて冷蔵庫で、まあ2、3日ぐらいで、3日もかからんかな、2日ほどで食べればいいんじゃないかなと思います。レンチンしてね。というわけで食べたいと思います。はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで本日は麻婆丼、お久しぶりでございます。麻婆丼じゃい、サムネいけるかな、まあ、ピントがよいしょ、麻婆丼じゃい。はい、というわけでね、私の顔に戻しまして麻婆丼作りました。まあ作った、まあ、煮込んだ時間が10分ぐらいありますけど、材料とか切ってたらまあ20分か30分以内ぐらいでできると思いますので、お手軽だと思います。やってみてはいかがでしょうか。というわけでいただきます。ご飯も炊きたてです。うん、うまっ。あ、麻婆丼好きやわ。まあこれにね、山椒とかファオジャオやったっけ、ファオジャオやったっけ、フワジャオやったっけ、うん、ああいうの入れても、ああいうの入れてもいいと思うんですけど、普段からそんな使うような調味料じゃないんで、私はね入れておりません。うん、入れたらもっとね本格的なね味になるかなとは思いますけど、割にねシンプルな麻婆豆腐好きな人も多いと思うんですけど、私玉ねぎ入れるんですよ。食べ応えあるようになるし、あとまあこうやって唐辛子は唐辛子とか、あと俺のピントをどっかちゃんと、今日みたいにネギの白ネギの青いところね、うん、あんまいな。オイスターソースやっぱ最後入れるとね濃厚になるんすよ、味が。あと八角ね、八角自体は苦手な方もいらっしゃるかもしれませんね。俺は好きなんで、角煮すっときとかね、結構中華には入れちゃうんで。まあでもその辺も好みですね。うん、なくても別に良かです。うん、で辛いのが苦手な人は甜麺醤、豆板醤を甜麺醤に、豆板醤1とかね、うん、まあその辺で調節してもらうとか、うん、あとシャンタンデラックス、塩コショウ、豆板醤、甜麺醤、オイスターソース以上。まああと細かい味調節は自分の好みにしてください。本当うまいか。
丸宮には悪いけど、ほんまうまいから。結構ね、私がこの麻婆、前から何回か作り方投稿してるんですけど、この作り方見てから家で作るようになったいう人ってね、何人かいらっしゃいまして、結構麻婆豆腐ってさ、作るの敷居高いと思ってる人多いみたいだけど、簡単ですよ、うん、豆板醤、甜麺醤があればある程度は大体あるでしょ。オイスターソース100本ずつはなかったもいいけど、うん、材料も極端に言えば生姜、ネギ、ニンニク、生姜、白ネギ、ニンニク、ひき肉、豆腐でいい、うん、私はでも 100% 玉ねぎのみじん切りを入れる。今日でも1玉、4人前で1玉かな、あれで、うん、それこそさ、中華ってさ、男料理感あるやん。お父さんがさ、子供とかにさ、奥さんに作ってあげたらめちゃくちゃ株上がる料理の一つちゃうかな思うね。まあ子供やったら辛いって言うかもしれんけどな、カレーとかチャーハンだけしこってさ、なんかそういうある家庭の方がよくない？例えばカレー作るんやったらさ、肉じゃがカレー作るんやったらとか、肉じゃがちゃうな、麻婆豆腐、チャーハン、ラーメンとか作るんやったらお父さん作るみたいなね。うん、そういう料理があってもいいと思うけどね。中華なんて本当男の人が作る方がなんかそれっぽく見える料理かなと思うんやけどね、中華料理。うん、なんかよう分からんけど XO じゃんとか作ったらええやんね。今日は涼しいからさ、エアコンつけてないのにね、汗だく。まだまだ飯を食うと汗をかく10月中旬に入りました。というわけで、パテモソ協会本日はパテモソ流麻婆豆腐で麻婆丼でございました。美味しゅうございますので、皆様もぜひとも一度チャレンジ、特に男の方、ご家庭、彼女、もしくは一人暮らしのメニュー作ってみてはいかがでしょうか。ごちそうさまでした。